ぞ我が家へ。はじめまして1個でいいの？1個でいい。それとも瓶の方が使うか。仲持ちできるもんな。そうだろうね。恋が始まるぞお前同じパセリをこうやって持った瞬間にお前図書館だぞ。恋が始まる。なんでだよ。いやお前もなんでだよ。ふざけんなお前。お前がなんでだよ。こいつに味付けをします。どうも、海作です。さあ、今日なんですけども、サック氏に無茶振りしたいと思います。今まで、まあ、サック氏にね、本当に協力してもらってですね、はい、もう大好評の企画があるじゃないですか、はい、あの実家の方に行くやつ、はい、今回はちょっと一回実家はやめて、はい、来てもらおうかなと思って出張クッキング。ちなみにね、はい、今日ももちろんサック氏のマネージャーさんに聞いたら今日オフなんですよ。なるほど。まずあれやもんね、出る出ない問題があるもんね。確かに。そうなんですよ。スピーカー来た。おはようございます。あ、お疲れっす。お疲れっす。今どこかな。どこ？うん、今は場所的には外だよ。え、外？横浜にいるよ。家にいないの？横浜にいるよ。え、何してんの？横浜で。買い物だよ。あ、マジか。うん。そうか。てめえ来んのか。つつ、ごめん、ごめん。なんだよ。ちゃうねん、ちゃうねん。何がちゃうんだよ。来てほしいね。どこに？俺んち。知らねえよ、てめえ。どこ住んでるか知らねえよ、そんなの。お前なんで横浜からてめんちまで行かなきゃいけないんだよ、この流れでよ。ごめんごめん、ちょっともうマジやねん。ちょっと今回ちょっと趣向を変えて、うん、うち来てクッキングしてほしいの。何も勝手に趣向を変えてんだよ。本当にこの電話切ったら、うん、すぐに住所を LINE で送るから、うん、時間だけ教えてもらっていい？お前、待って、不幸がいいよ。お前、男じゃねえんだ、俺。やめろ。行かない。とりあえず、LINE するから。じゃ、LINE するからとかじゃないんだ。いや、待ってる。じゃ、お前、それを言われて、今までお前、俺が行くやつだと思ってんのか、お前が。きつい。すぐ、そうっすね。とりあえず、来てくれるって打ちました。はい。はい。来てくれるって入れたら、はい、行くよ、住所入れろってさあ、サック氏がですね、まあ、来てくれることは確定したんですけども、はい、子供たちの好きな料理を作ってもらおうかなと。ああ、いいですね。そうなんですよ、はい、で子供たちが好きな料理が何かって聞いたら、はい、パスタが大好きだから、あ、いいですね、いろんなパスタを作ってもらおうかなと思って。なるほど。そうなんですよ。でとりあえず小サックたちにですね、サック氏が来てくれることになったっていうのをちょっと伝えようかなと思って、はい、ちょっと呼びたいと思います、はい。じゃあみんな挨拶しようか。うん、こんばんはね。せーの、こんばんは、コジサク。いや、びっくりした急にねえ、コサク揃ったんですけど、今から皆さんにお伝えしたいことがあります。はい、なんと私のカジサックチャンネルの準レギュラーである、うん、サック氏さんが今から家に来てくれます。で、料理を作ってくれるんだけど、うん、みんなにも聞いた通り、うん、パスタ作ってもらいます。もういいよ、もうもういいよ、それ大好きなんや、サック氏。大好き大好き。じゃあ、サック氏に来てほしいか。来てほしい。ニューヨークへ行きたいか。行きたい。知らないでしょ、コサックたち。ウルトラクイズ知らないでしょ。でも行きたいって言うから。だけど知らない。知らない。でも行きたいって言っちゃったんだな。でもほんまに来てくれるから、今から、うん、楽しみだね、うんうん。じゃあ待ちますか。はい、はい、オーナーシャス。オーナーシャス。オーナーシャス。やっぱり急遽やったから、言うても1時間ぐらい経ってるよね。横浜とちょっと違う。待つしかできないからね、こればっかりは。そうっすね。そらそうですよ。うん。来た！来た！ちょっとモニター映していいですか？来たよ。来た！来た！どうも。あれ、怒ってる？怒ってはいない。怒ってない？
持ってないから遠いよ遠かった、ごめん、来てくれてほんまにありがとう。ああ、何するの。まあそれはちょっと後でゆっくり話したいんだけど。いや、だからわかるけど。うん、開けろよクイズに答えてもらいます。なんだよクイズってよ。クイズです。負担がでかいよ俺はこのクイズに答えれないと入れません。何？クイズです。ああ、世界の中心で愛を叫びした。よし、お入りください。ああもうはじめまして。ごめんねほんまに。ふかふかだなこれソファ。ふかふかなソファだな。なんだあれ、ちょっと疲れてる。疲れてるっていうか、お前横浜からビュンってきたら疲れてる。俺だってお前急にお前呼ばれたから、お前さ普通に俺買い物してて。ごめんごめん、ちょっと俺聞きたいことがこれからまずいい。やいいよ、やっぱり言うてね、サッコシって休み別にめちゃくちゃあるわけじゃないやん今。まあ今はそうだね、舞台とかで結構忙しいんですよ。まあまあまあ、まあ、ぼちぼちとやらせていただいて、ね、里見浩太郎さんと京本まさきさんが初めて舞台で共演する舞台に出させていただけるので、里サックと京サックと、里サックと京サックと言うんじゃねえよスーパー大御所だぞお前、なめんだお前、サックつけんなお前、あのお二人にお前休みの日とかってちょっとよぎったりすんの、そのなんて言うんだろう、カジサックから。いやだから鳴ってもいない電話見るわな。ちょくちょくやってこう見て、あ来てねえなとかは見るわな一応。いやもう今日は昼間ぐらいになかったからもうねえなと思って。で別に普通に横浜にちょっと買い物をして、まあ服とかちょっとちらっと見て、まあウィンドウショッピングだったけれども、結果的にはそうな、ウィンドウショッピング大好きな。いやウィンドウショッピング大好きじゃない、買う寸前にお前から電話あった。本当にありがとう。いやいいよいいよ。ただ一個俺心配事があってね。何ですか。ジャージないかな。ジャージないと準レギュラーとしてやっぱりあれ、え即帰ったよ即帰って取りに行った。えどういうこと。一回横浜から実家や、実家とかも家だな、はい、帰ってこれだけ取っても出てきて、だから T シャツなんだよお前。すごい、もう肌寒くても電車無理だったぞもうこの時間帯からはお前嫁にやってもらえ。何が飯。違うんだ違うんだ、視聴者さんが待ってるのは嫁サックの飯も見たいかもしれないけど、視聴者が見たいのは、サック氏の料理なのよ。嫁サックの料理って出したの。え嫁サックの料理って出したの。何嫁サックの料理出したのかっつうの。あ顎割ったのふざけんなお前。今日もクッキング、出張クッキングってことなんです。いや違う違う、お前なんか定番のコーナーにすんのねえよ、出張クッキング。今日はちょっとシャープ1なんですよ。まあ、シャープ1多いな俺に。で、好評なのだけシャープ2なんだろ。そうなんですよ。大して評判でのねえんだろ。いや評判はいい、絶対にいいんですよ。カリカリしないでブヒブヒ言わないで。ブヒブヒなんか一回言ってないじゃないですか。子供たちが好きなものを聞いたら、パスタだったんですよ。ほうほうほう。どうですかサックシ、パスタ作れますよね。もう作れるけど、ほら来たよ。もしよかったら、まあ子供たちも多いし、なんか3種類ぐらい作ってもらえないかなと思うんですけど、ソース。あ、その3つのパスタを作ってくれってこと。そういうこと。お、俺が今からやるの。そう。食材は。え、いや食材は、食材、うん、そう行くでしょ買いに。買っとけや1時間あったから、もうパスタって決めてんなら買っとけや、適当に。あんなもんお前今冷蔵庫がちょうど空なの。どういう家族なんだよ子供が好きな、じゃあナポリタンはいいだろ。あーいいね、ナポリタンいいじゃない。ナポリタン定番だな。はいはい。嫁サック用にペペロンチーノ。あ、子供たちも好きやわ。ほんと。あ、ほんと。はい。あと一緒になんか、なんかちょっとかぶらん、なんかない。あーんと、じゃあカルボナーラとかどう。うわー、めっちゃええやん。結構この3つだったら食材ほぼほぼ一緒でいけるから。マジ。うん、ちょっと買うもん、もうベーコンみたいなのベースで、はいはいはい、もう他にポンポンポンと買えばすぐいけるから。あとスパゲティが変えたら。なるほどね、うん、意外と手間かからずパッと作れる。でもベーコンここあるやん。ベーコンなんかねえよいつお前燻製したんだこの部分。お前そりゃここが茶色いだろ茶色くねえってことはお前燻製してねえってことは、お前これベーコンじゃねえんだバカか。お前お前お前もバカだ。お前のことだぞ本当に。俺ずっと文句あんの。お前らもお前もそうだけど、お前も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 全員だぞお前俺フリーターだと思ってんだろお前ら。これなんか横浜じゃないっていうのがすごいなんか新鮮味がある。東京でチャーミーグリーンすな東京でもチャーミーグリーンすなお前なあ、ちょっといい。何でもハマってんだお前これに。ちょっといい。なんだうちの自宅で声張りすぎて、こいつ声枯れたよ
ここね、しょっちゅう使ってて。あ、まああなたがね、はい、ああそういうことね。今回はちょっと横浜屋さんじゃないんで。まあ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 、はい、僕のね、地元じゃないじゃないですけどね、はい、どうぞ。あ、うん、あ、これか、これか、これない、あ、これ入れますか。うん、はい、ボケろやってね。あっただろお前、こういうのとかこういうのとか。何お前、自分のとこだけちょっと静かにすいませんみたいな感じで。いや、ちょっとあの横浜屋じゃない。お前横浜屋を下に見るの。横浜で一番でかいところ下に見るの。ボケ続けろてめえ。ちょっとあの僕よく来るとこなんで。常日頃ボケろ、そういうとこ。なんとも手を抜いてんの。ちなみにちょっともう一回おさらいしていいですか。はいはい、カルボナーラと、ナポリタン、そして、ペペロンチーノ。ペペロンチーノ、うん、結構いっぱい買わなあかんじゃん。まあでも食材はほぼほぼ似てるようなもんなんで、うん、そこら辺は大丈夫だと思います。あ、ほんまに？はい、オッケー、はい、行きましょう、行きましょう、うん、邪魔なんだよ、先輩。お前、それだよ、俺もあれだけど、人のとこだから大きな声出していいのかちょっと。それはそれで気使っちゃうんだけど、大丈夫なのか。玉ねぎです。玉ねぎ、玉ねぎ必要。玉ねぎは何に入れるんですか。玉ねぎはもうほとんど使う。え、ナポリタンとカルボナーラと。そう、全部全部ですか。3つでいいんですか。3つでいいかな。うん、3つでいいかな。思いますか。うん、ちょっといいですか。何、思いつかないです。何を。ボケが。なんで萎縮すんの。萎縮すんの、頑張れ。これやっぱり偉いもんで、横山屋さんと違って、はい、やっぱり自分がよく行くスーパーっていうのがやっぱり邪魔をするよね。そうだな、うん、メンタル的に。メンタル的に全然違うだろ。全然違うわ。横浜屋の開放感ったらエグいだろ。そう考えたらやっぱ横浜屋さんってすごいな。そうだよ、乗りもいいしな。こんなに乗りがいい。皆さん乗りもいいな。どうしようかな。来た。いや、あるんだけれども、やっぱり僕はこういうシャウエッセンみたいなのがいいんだよな。プリパ。シャウエッセン行く？いやいや、なんか本当はこれシャウエッセンって良くない？パリッとして。これでいいと思う。ああ、いいじゃないですか、シャウエッセン。シャウエッセンを、うん、ナポリタンと。いや、これはナポリタンだけ。あとはベーコン。これを何に入れるんだっけ。これをペペロンチーノとカルボナーラに入れます、うん、これはペペロンチーノとカルボナーラ、カルボナーラに入れます。これが、これがナポリタンに入れます。ナポリタン、うん、え、で、これが、これはペペロンチーノとカルボナーラに入れます。ペペロンチーノとカルボナーラでしょ、うん、ってなってくると、これが、これはナポリタン、ナポリタン。え、これバカなのか。分かれ、こんくらい秒で分かれ、お前。泥棒かお前。パセリ持ってくわ。パセリちょっと。いや、パセリをだろ。どうパセリは。あった？いや、ないんだな、パセリ。ない。ないな。じゃあちょっと違うとこ探す？そうだな。このあれになければもうないから。そうだね。ゼロからやり直しだよ。今までのやつどこ行ったんだよ。なんでゼロからやり直さすんだよ。お前めんどくせえな。ちょっといいっすか。何でしょう。やっぱパスタはやっぱりこだわりたい。どういう、いっぱいあるじゃないですか。どういう形のパスタがいいかっていうのが。いっぱいある、いっぱいある。どれがいいか。いや、 1.6 が一番いいと思うよ、俺は。どういうこと、 1.6 ミリだ。こんくらいの、うん、こんくらいのパスタとか、うん、こんくらいのパスタ、うん、これが一番こう食べ応えがあるパスタなんだ、太さ的に、うん、だからこんくらいの方がいい。見てねえじゃないかって。なんで俺の方だけ見てんだお前。ここ見てた。いや、なんでも俺頭皮見てんだお前。ふざけんじゃねえよ。頭皮見んじゃねえよ、もう俺の。これでいこう。早いなあ。 あともう本当にあのかけるパセリ買ったらおしまいだ。なんで 1.6 がおすすめなの。いや、あ、太さ的に一番ベタなんですよ。一番ベタ、あったあったパセリ1個でいいの。1個でいい。それとも瓶の方が使うか。長持ちできるもんな。そうだろうね。恋が始まるぞお前。同じパセリをこうやって持った瞬間にお前図書館だぞ。恋が始まる。図書館かお前これ。同じところこうやって同じ本触ってお前本屋かお前。え、ちょっと完了。ほんまに完了だから忘れ物ないように。うち冷蔵庫空っぽいから。分かった、行くよ。じゃあこれまあパスタな、メインで、これが、カルボナーラの卵、はいはい、ナポリタンのソーセージ、うん、で、これはカルボナーラ、うん、で、これはペペロンチーノ、うん、これもペペロンチーノ、玉ねぎ、ピーマン、ニンニクがあって、生クリームがあって、ソースとケチャップとパルメザンがあるからもう完璧。もう一回最初から。なんでだよ。見直せ、これを見直せ、そしたらじゃあすぐできるわ。見直せ、これを。なんなんだ、最初からって。すいません、お願いします。すいません。あ、え、見てくれてます？ YouTube。 え、見てくれてるって。
優しい。ありがとうございます。ありがとうございます。3番でいきます。ありがとうございます。見たことある？これいや、ないな。ないでしょ。これここで、この3番レジ、ここ見える？3番レジ、分かる？すごいな、これ800円。800円、はい、800円、はい、OK、で、あとそれでちょ、なんで言えろよ、どうせ言えろよ。お前なんか大きなのほら、呼び込んでくんなくなっちゃってる。あ、呼び込んでる、呼び込んでる。 あと50円足んないやん。あるあるある、ちょっと、あと2枚、あと2枚、あと50円、はい、そうそうそう、なんでだよ、ね、お前もなんでだよ。ふざけんな、お前、お前がなんでだよ、バカ野郎、お前もなんでだよ。お前殴りのリレー、殴りのリレーがお前止めろよ、行われました。早いよね、普通俺がサッコして叩くのも意味分かれへんやん、はい、それに突っ込むんかなと思ったら、すかさず安武に行ったこのスピード感ってすごいよね。いや、腹立ったから、なんで何も入れねえんだよ。開けるだけ開けて入れろよ、お前、開けたら。なるほどね。そうそうそう、だからさっきのあれって、普通に腹立ったろ、お前。そんなんやったら、お前傘増すな、お前。傘増すな、入れてますだよ。こっちからこうじゃない。違うよ、これ入ってるんだけど、これ完成形。これも完成形を未完成形にすんの。UFO キャッチャーかも。俺の手を使った UFO キャッチャーかも。ふざけんな。よし。何してる？え？何してる？いや待ってる。何？ラムネの少年。来ねえよこれ。あれ横浜なんだお前。え？横浜なんだよ。横浜しかいないの？ いないとか、それ横浜にたまたまいたんだお前。イルカに乗った少年っぽく言うな、ジョーミチルクちゃんどうすんの。ジョーミチルクちゃんどうすんのお前。イルカ乗ってこれだろ、怖いだろお前。みたいに言うなお前、ジョーミチルみたいに。イルカの少年みたいに言うって。いやお前、イルカに乗った少年みたいに言ったからいいよ。分かった、じゃあジョーミチルさん待ちます。ジョーミチル待つなよ。ジョーさん来れないで今から。行くぞもう早く、はい、帰るぞ。なんだよ、サックスって何なんだお前、長い付き合いのお前にサックスって言われなきゃいけないんだよな。これカルボ用です。はいはい、はい、あんたさん、はい、ちょっとグラタンなんでグラタンなんですよ。この流れでグラタンおかしいだろ、食べたくなっちゃって。なんだお前、最後かお前は。うるせえな。さ、なんだよ、いい声言わせて。なんだよ、料理の天才です。うるせえよお前、褒めちぎるんじゃねえ俺の。緊張すんだろ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。